875と書いて花子と読みます。似合うよりなりたいを叶えるスタイリストをしています。個性を出し入れできるニュースタンダードを作りたいと思っています。自分がなりたい自分と人から期待される自分、どっちになろうかなってもう悩まなくてよくて、いつでもなりたい自分をオンオフできる、そんな新しい考え方を本来はスタイリストである裏方の私が体現することによって、その新しい可能性を知ってもらいたいです。今日お見せする私の変化をご自身にも当てはめてみて、なりたい自分になれる楽しさを感じてみてください。